コーチユゴ、ストーンズ、佐野文也、OWV、西森杏美、僕が見たかった青空、が本日7月2日20時より日本テレビ系で放送される、踊る。サン五天、2時間スペシャルに出演する。視聴はこちら、サン五天。7月2日放送会予告今夜の、サン五天は、神奈川ナンバーワン街バトル、田舎育ち有名人の逆襲の日本立て。 神奈川ナンバーワン街バトルにはコーチに加えて上地雄介、鈴木亜美、愛、米田二千、安西聖羅、伊琥将棋、河村恵美子、田ンぽポ,ポ、斎藤渚、坂酒井健太、アルコピース、湘南の海桃太郎、西田光、森川俊幸が登場する。田舎育ち有名人の逆襲では佐野、西森と共に王林、山内圭介、暴れる君、金子美優、財前直美、 桜井日奈子、桜庭博と、JP、畑中優、オズワルド、村重杏奈がトークを展開する。3月から年齢を非公表にしているコーチは、司会の子やさんまから、いくつになったんと聞かれ、ちょっとわかんないですけどと受け流す。そして自ら非公表にした理由を語ると、興味津々な様子のさんまから、あと何を秘密にすんねんと質問される。コーチのトークを聞いたさんまは、 何かを非公表にしようとしたりとノリノリになる。トークテーマ「これだけは言わせて。わが町のプチ自慢。」ではスタジオの横浜市民同士で小競り合いが勃発。磯子区出身の根立て大地、囲碁将棋は海に面していない区について横浜市でもちょっと違うと持論を展開する。その流れで出身区を非公表にしている高知のことも出身区の名前を出していじり始める。 するとコーチは一時は慌てるが、開き直って自らの出身区をプレゼンする。山梨の田舎で育ったという佐野文也、OWV は、人手不足で行事が困ると、かつて運動会で行われた種目を明かしてゲスト陣から驚かれる。福島出身のアバれる君は、あるミュージシャンが地元に寄贈したからくり時計を自慢する。コーチ優護の、コう、は、はしご高が正式表記。 日本テレビ系、踊る。三和五二2024年7月2日、火曜日、20時から21時54分。出演者、四角神奈川ナンバーワン街バトルゲスト愛。米ネダ2000、安西聖羅、囲碁将棋、上地雄介、河村恵美子、タンポポ、高知祐子、ストーンズ、斉藤渚、酒井健太、アルコピース、湘南の海桃太郎、鈴木亜美、西田光カ 森川智之四角田舎育ち有名人の逆襲ゲスト暴れるくん、王林、金子美優財前直美、桜井日奈子、桜庭春と佐野文也、OWV、JP、西森杏美、僕が見たかった青空、畑中優、オズワルド、村重杏奈、山内圭介。